こんにちは、ドクター熱血です。さあ、バージョンがアップしました。8時間のアップデートの末、変わったのはランダムマッチの仕様変更、イベントクエスト、共闘クエストの UI 変更、データ連携の UI 変更、イベント指令の見直し、ソウル特性表記デザインの変更。8時間いるかこれで。例えばこのイベントのやつが右下からなんかよくわかんないバルーンになってるっていうね、これ何全く意味なくない？この右上のイベントで結局右下にも結局さ、開催中って出てるんだよ。意味なくない？でまあこの形が変わったっていうのはありますけどね。あとは、俺ソウル特性のなんか UI 変更って何？どこが変わったの？ごめん、何が変わったか分かんないっていうレベルの変化じゃん。あとなんだっけ、イベント指令は今回のイベントを30回クリアとか、それまあ大したことない感じでしたね。まあ、今までバグでお金が定期的にもらえてたのがもらえなくなったっていう感じでですけどね。あ、データ連携ね、そうそうそう、こんな感じで連携済み再ログインって、もうなんか言い訳のわからんことになってますけどね。もう俺はFacebook じゃなくてクラブ ID の方にしてますけど、クラブ ID も ID 何だったかな、大丈夫かな。はい、あとはこっちでもか、はい、ね、これわけわかんないですよねっていう感じで、とても8時間使ったとは思えない。あーあとこれかな、共闘クエストの形が変わってるって。まあ僕らがメインセンの中で一番変わったのはここじゃないですかね。別にだからって感じじゃない。これで今この、まあ、かそってるのがより分かっちゃったよね。更新しても今募集されてませんってことが分かっちゃったからね。まあ一点便利なのは、今まで今回初めて部屋作った最初は鍵ついてる状態でここでオンライン開放って押すと人が来るっていう。だから最初友達に番号だけ伝えて一人入ってもらってからのオンライン開放ができるようになったっていうのは唯一いい点じゃない。まあ結局キックないしさ、微妙な感じですけど。で結局ここでさ、そのアクセサリーが変えられるわけでもなし、さあ始めようか。うん、まあまあぶっちゃけ微妙ですよね。まあ、まあ、あの全体を通して言うとほとんど意味のないぐらいの変更しかないっていう、いつものサイレント修正を繰り返せば全部いけたんじゃないかなぐらいな。
まあ、この教頭だけ、まあ、2時間ぐらいかなみたいな、8時間もいらないでしょうっていう風なツッコミどころが満載な、別に大したことないアップデートが終わりました。また不具合修正な、まあ、今更って感じだけどね、遅えよって感じだよね。まあ、明日以降にね、死神の学校編をやっていこうかと思いますけど、まあまあ大したことないアップデートしたっていうだけですね。はい、まあじゃあ今回はそのアップデートの確認でした。以上、ドクターネットでした。お疲れ様でした。